JWD 用リアダブルフィッシュボーンサスペンションセットのここがすごい。こんにちは、ミニッツ AWD 開発担当の石川です。今日は新しく開発したリアダブルフィッシュボーンサスペンションの特徴を紹介したいと思います。まず最初に、こちらがミニッツ AWD の標準のリアサスペンションです。このように、タイヤが単純に、上下に移動する、ストラット方式を採用しています。この標準のサスペンションは構造が簡単で壊れにくく整備がしやすいというメリットがありますが、車体がコーナーリングして傾くとタイヤが路面に対して傾いて設置してしまいます。タイヤは路面に対して垂直に設置する場合に最大のグリップ力を発揮しますので、このように傾くと最大のグリップを得られません。次にこちらが新しく開発したリアダブルフィッシュボーンサスペンションです。タイヤがこのようにストロークすると傾きが変化します。このダブルフィッシュボーンサスペンションは適正なキャンバー変化を生み出します。このように車体がコーナーリングして傾いてもタイヤは常に路面に対して垂直に設置します。タイヤが垂直に設置すると最大のグリップ力を発揮することができます。次にこのダブルフィッシュボーンサスペンションの特徴を紹介いたします。一番の特徴は標準のサスペンションでは取り付けできないホイールベース LL に対応していることです。このフェラーリエントはホイールベースが LL の設定ですので、これまでの標準の AWD シャーシには取り付けることができませんでした。しかしながら本セットを使用することで搭載が可能となっています。セットには LL ホイールベース用のスパーギアが端数違いで3種類付属します。そして長くなった LL 用スパーギアは刃飛びを防止するためにオプションのベアリングで保持することが可能です。これでグリップ走行でも安心です。走行性能を決定するアライメントではこのように車体の進行方向に対してリアタイヤは前が狭くなるようなハの字になっています。これは車の直進性を上げるためのセッティングで等角と言いますが、セットには2種類のサスホルダーが付属していますので異なった等角の走りの違いを楽しむことができます。またオプションパーツにてさらに細かいセッティングができるようになる予定です。そしてこのサスペンションの作りが超精密です。10分の1サイズのハイエンドツーニングカーで使用されているのと同じ方式でサスシャフトをボールで支持、これにより先ほど説明した等角調整が可能となっているほか向かい角の調整が可能となるのです。次にサスペンションアームが進行方向に向かって前上がりになっているのが分かりますか？このようにサスアームの前を上げることを向かい角をつけると言いますが、ミニッチサイズにとってカーペットやウレタンコースのつなぎ目は非常に大きなギャップです。このようにサスアームに向かい角をつけることでギャップの吸収性が向上しリアのグリップを向上させています。最後にダンパーユニットですが、こちらはグリスを塗って減衰力を調整していただくフリクションタイプとなっています。この真ん中の部分に硬さが違うグリスを塗って調整してください。またオプションパーツとして
プリングの硬さ違いもご用意しています。いろいろなセッティングを試して冷走行を楽しんでください。そしてこのリアダブルイッシュボーンサスペンションセットはお手持ちの AWT 写真に組み込んで使用していただくコンバーションキットとなっています。グリップ走行してもよし、ドリフト走行してもよし、眺めてもよしというこのリアダブルイッシュボーンサスペンションセット、ぜひあなたの AWD にも組み込んで新しい走りを楽しんでください。